豊島園駅は東京都練馬区練馬4丁目にある西武鉄道東京都交通局の駅である。開業時から2020年8月31日まで23区内、有数の遊園地である豊島園の最寄り駅であった。西武鉄道の駅には豊島線が東京都交通局の駅には都営地下鉄大江戸線がそれぞれ乗り入れている。豊島線は当駅が終点である。 両駅間は100メートルほど離れて立地しており、乗り換え可能な距離だが、連絡駅ではなく、事実上同盟の別駅となっている。両駅間の乗り換えは、乗り継ぎ割引運賃の適用外で、同制度適用駅である、練馬駅での乗り換えを両社局では案内している。双方の駅舎は、独立しており、西武鉄道の改札口と、都営地下鉄の A2 番出入り口間は、 屋外の豊島園商店会を経て、徒歩で約2分かかる。かつての都営12号線開業当初の都営地下鉄は、普通乗車券の初乗り運賃の適用範囲が3トルまでで、終端駅の光が丘練馬間はこれを超えていたが、光が丘から豊島園駅までは初乗り範囲だった。しかしその後の運賃改定で初乗り4トルに変更されて、以降は、 光が丘間練馬間が初乗り範囲に届いたため乗り換えだけを目的として豊島園駅で下車する理由はほぼなくなっている。変形等端式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅番号は SI39 である。2008年6月14日の西武池袋線東京メトロ副都心線総合直通運転開始に伴うダイヤ改正後は 豊島園行き始発と豊島園発採集が、練馬発着の船内運転となる以外は、池袋駅から各駅停車のみが運行される。2016年以降、52席の私服が、土休日ダイヤに当駅へ入線してくる場合もあり、池袋発西部秩父行きとして運転する場合、食材の積み込みなどをここで行うことがある。このほか当駅到着として、 同列車が入線する場合もある。これ以前には一部時間帯には、船内折り返し列車が存在したほか、平日の朝には、準急が運転されていた。また一面二線ホームとしては、非常に福音が広いのが特徴である。当駅は1960年代半ばまでは、この字型二面三線構造とされていたが、この状態では、最大六両編成までしか入線できず、 池袋線の輸送力増強で各駅停車でも八両編成での運用が増えたことに対応させること、また当時のダイヤ形態では昼間はホームは一線しか使われていなかったことから現在のような中央一線を埋めた構造にされた。このためホームの屋根形状二千十年以降は花が植えられている二番ホームの線路反対側に設置されていたホーム跡は六両編成対応の 有効庁、階段跡に、名残が見られる。池袋線、椎名町桜大間隔駅は、ホーム有効庁の重量編成対応工事が、施行されたが、当駅は、未施行であり、練馬方向は、住宅街、豊島園方向は、駅前広場となっており、実質的に対応する用地も確保されていない。池袋発着の各駅停車は、8両編成のみでの、 運行が前提で重量編成への増強計画がないこと、優等列車はダイヤが乱れた、さえの臨時停車対応のみとしたこと、さらに当駅には定期優等列車の運行がないことから除外された。自動改札機とは別に、校舎専用友人改札通路が存在する。これは以前プール営業時や練馬区の成人式など、イベント開催で、 豊島園の利用者が大幅に見込まれる際に使用されていたが、2009年に施行された耐震補強工事で大幅に縮小。並びに乗車券自動券売機の減少と定期券自動券売機が設置された。トイレは改札を入って一番ホーム線路右側奥に設置されるが、2011年度に以前は友人改札が設置されていた位置に多機能トイレが増設された。 乗り場島式ホーム1面2線を有する地下駅である。駅番号は E36 である。改札は地下1階、ホームは地下3階にある。乗り場各年度の1日平均乗降人員数は下表の通りである。各年度の1日平均乗車人員数は下表の通りである。微高練馬、向山、早宮、及び 春日町も山椒豊島園庭の湯原港のバス、停留所、豊島園は、豊島園通りにあり大江戸線駅の方が近い。2000年代初頭までは、ターミナル機能を持つ折り返し場が存在した。1970年代前半までは、都営バス、京王バス、関東バスも折り返し場に乗り入れていたが、池袋線の列車増発から、豊島園通りに開催した。 練馬台踏切が開かずの踏切とかし渋滞が慢性化。このため定時運行確保困難となり、常述3社は運行区間短縮もしくは路線廃止を実施した。以後練馬駅方面に運行されるバスは国際工業バスと西武バスの一部便のみとなり、折り返し場を使用するのは始発義便が設定される西武バスの豊か10練馬北町線、豊か11成松線のみで、 国際工業バスは現在と同様に、豊島園通りへ停留所を設置した。1983年の英断地下鉄有楽町、千円新開業による利用者減で、豊か10が1984年に廃止。残存した、成増線は、従来からの田原を経由する豊か11の他に、光が丘を経由する豊か12を新設。この他に、 少数の練馬駅発着便が運行されたが、1991年の都営12号線開業で、豊か12は廃止。2003年には池袋線の連続立体降下が完成により、大踏切が廃止。また、練馬駅北口のロータリーが完成したことから、豊か11も練馬駅まで再度延長し、連47に系統変更を実施。 このため折り返し場は使用中止となり隣接すると、島園駐車場と共に閉鎖。跡地は、ユナイテッドシネマと島園となった。2006年に、西武鉄道駅構内で、映画、デスノートザラストネームのロケーション撮影が行われた。西武鉄道と島線各駅停車ねぎま駅、豊島園駅東京都交通局と AO 江戸線。 練馬駅と島園駅練馬まかす町駅注釈、出店施設、地下鉄のた日平均利用客数施設、地下鉄の統計データ、東京不統計所東京都統計年間。ありがとうございます。